あれか、あれ違うのか、動かない12号車20番12号車 Stand over there. ちょっと待って、これな、な、yeah. Next, okay. Next one、yeah. Do I stand? Okay. ありがとう、ありがとう、あ、あれ今日演奏するんだっけ、これはあの俺たち専用、知らんが、え、知らんが、あでも少しと遅くらいな、少し悪いんじゃん、新大阪行きなんだ、寝れる、のぞみがおろ、大阪へ行きます。スタートの光号をご利用ください。会長の歌次第ですムカつくでしょ、マジで最悪なんですよ。サウンドロケット TV ではヘビーメタルバンドやギタリスト、 CD の紹介、バンドのライブやインタビュー、ギターに関することなどを中心にヘビーメタルを愛する皆様に向けて発信しております。ご興味のある方はチャンネルの登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あれか、あれ違うのか、これ僕出してきましょうか。いや、行きます、行きます。ここであのアイドル T シャツ売ってもらったら、これ、ね、あれいいな、これいいなっつって、えあんちいいんだブライディか、ないもんね、あのあそこ有名なんじゃないの、なんて読むの、あれ絶対これだよ、俺こっちの方がイメージあるもん、金龍ラーメン食ったことない、あれカニ道楽、今日サンドロゲス TV 工事隊長でございます。はい、現在ですね、大阪道頓堀ですか、来ておりますけれども、これからですねお昼を食べるところでございます。どうですか、初の、いやいいですね、大阪いいですよ、まだリハ前でございますけれども、本当に素晴らしいね、もっと早く来たかと、若い頃に、あもうね、うん、まだ20代の頃に来たかったね、そうそう楽しかっただろうね、まあこんなじゃなかったかもしれないけどね、うん、ご覧ください、こちらででーんと、はい、日本一の串カツ横綱、ここで今日はお昼ご飯でございます。清の無事しかね、でもあの個人個人でさ一対一でさ、こうさ、カメラこうやって食べてるとこやって俺撮るから、でそれ清にさ、まだこれ振りか、うん、じゃあ1回でね、うん、1回つけて、うん、ではむかつくこれ見てよ、すげえ顔じゃない、一番ムカつく顔してるやつ、すげえムカつく、あ、ほらお久しぶりです、いやいや、こちらこそよろしくです、今日はお願いします、お疲れ様です、すいません、ごめんなさい、おはようございます、おはようございます、今日はよろしくお願いいたします、お願いします、やりますよね、はい、はい、よろしくお願いします、俺全然できてない、あ、そうだ、今回はしていただいてましたよね、東京の、東京のお土産、わかりやすい東京のお土産を、いや、
ました。ああ、東京バナナ。わかりやすいやつ。ありがとう。東京限定だ。今日中口で食べさせてもらいます。わかりやすい。そうなんです。ちょっと失敗したかなって。つま先で。怪しいですね。まあまあ、今回メディア大変やったけども、できる限りの範囲で頑張って楽しんで帰ってください。一番最初にドラムのところに電話をかけたんですよ。こうだよと。そしたらまあこう見えてもと言ったらなんですけども、リーダーなんですね。うちのバンドの、はい、アイドル田村って言って、58にもなってアイドルってね。じゃあ田村に電話して、でまあ何かちょっと解決方法でもあればと思ったんですけど、どうしようか、コージ。どうしようか、コージしか言わなかったっていうことで、全く解決策が見つからずにですね。で、翌朝、今度、秀美に電話をしたところ、あまり寝てなかったらしく、機嫌も悪くですね、やめるとか言いましてですね、いや、やめるのはダメだろうっていうことで、じゃあもう俺が歌うよということでね、皆さんはちょっと耳痛くないですか、大丈夫ですか？ねえ、すいません、本当に歌っちゃって。
え、あの、使われますもうええって普通に使われます俺のチャンネルいや、ひどかったでしょすげえ面白かったツインボーカルも良かったでしょ、うん、すげえ面白かったやめてよ、その表現苦肉の策すげえ面白かった。良かったんじゃないの、面白かった。すげえ面白かった何それいや、大阪に来てドンピシャの予定でこんな面白いもの見れると思わなかったたまたまあれだったの、たまたまね、レッスンで。あ、そうなんだ。もう俺レッスン3ヶ月前に決まっちゃってるから、うんうん、あ、そうなんだ、うん、それが本当にそうだからなるべく昨日にたくさん回して夜は全部開けて。あ、うん、あれ、俺ヒカルちゃんとこれあげたっけ。うん、もらってないよ。もらってないけど、買ってなくて申し訳ないって感じだけどさ。ロック&デッドの代表で、レオさんからちょっと一言今日はどうもありがとうございました。お願いします。本当に素敵なあのライブになりましたんで、また機会あれば一緒にやりたいと思います。あの、少しですが、あの食事も用意しましたんで、あのみんなで観覧して楽しんでください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ユリアさんから一言。ただいま今日は本当にありがとうございました。ボーカルが来れなかったということで、若干ね、あれですけど、まあ、リベンジをしたいと本人も言ってますんで、またぜひこういう機会を作っていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後、文字盤にやから文字盤です。今日はありがとうございます乾杯。はい、どうもお疲れ様でした。ケムメディア、本当に熱いライブになりました。まあ、ハプニングだったんですけど、僕としてはやってくれて、もう結局参加したのも、まあ、嬉しいハプニング、まあ、よかったんじゃないかな。やっぱりやることに意義があるんで、まあ、次回は東京行くときは、またメディアさんとね、やりたい、切に思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、俺もう泣くわ、もう泣くよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はもう、その感じだよ、ま、今日初めて使った。アイドル見てください、これ今日3着目アイドル祭り、今日も終わりましたけれども、どうでしたか今日は。いや、良かったですね。来て良かったですよ。やっぱり楽しかったし、でもそれは本音だよね。またほら、やらかしちゃうんじゃねえかなっていうのあったけどね。やらかしましたけれども、実際やらかしました。結果は、ね、一言なんですよ。今日は俺は最高楽しかった。まあ、でも本当にコロナになっちゃったらしょうがないということ。それはね、しょうがないけど、おかげで楽しくできました。まあ、そういうわけで本日もですね、これから3人編成で頑張ります。3ピース、まあ泣くはねえかな。ごめんな、チェ。3人編成で今後ね頑張りたいと思いますので、メディアよろしくお願いします。ごめんなさい、よく忘れます。あと30分後には爆睡してると思いますんで、さよなら皆さん。ご覧ください、こちら喋れない。ご覧ください、こちら金、今向かっております金メモ。もう僕は帰ろうと思ったんですけど、本州がラーメン食いたいって言うんで、もうメモなんだっけ、なんとかブラック、どうすか、あり。